電車や車に乗っていると、なんて読むの？って思ってしまう地名ってよく目に留まりますよね。他にも、同じ漢字なのに全く違う読みをしていたり、今回は、地名について語り合うスレ民たちのスレをご紹介します。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。地名の日本史。地名に関してうんちくを語ろう。今尾圭介氏の著作は必読。名字って地名から来てるの？名字が地名になったの？圧倒的に前者。名字が地名になるケースって、かなりレアなんでないの？〇〇長者町とかは、あれは名字から？豊田市は器用だけど。神殿の開発者の名前が冠せられた地名とかはありますね。北海道北村、今は岩見沢市の一部。北にある村ではなくて、北村さんが中心となって開拓した村。北海道の伊達市は、伊達市から来ているんだよな。そうです。北海道伊達市は旧伊達家の家臣、住民らが開拓した土地です。地名の谷は、基本的に西日本では谷、谷、東日本ではや、やつ、と読む。北海道や北東北だとやちをやちと読み、湿地帯っていう意味だ。これってアイヌ語地名なのかな？それともやつから来ているのか？北海道は基本、アイヌ語地名だから、その手の命名方式が多いんじゃ？普通、同名の市が誕生すると様々な問題が起こるものですが、平成の大合併で、福島県に伊達市が発足する際も福島の方が主筋であるので問題なかったとか。北海道八雲町は尾張徳川家の入植地、淡路島の稲田藩は稲田騒動の後、日高地方へなどなど。鹿野鳩山元師匠のお膝元、北海道夕張郡栗山町には鳩山神社があるそうです。北海道でアイヌ語以外の由来の地名は、入植者の出身地、新十津川が有名ですが、全道的にあります。入植者のリーダーの名前から、前述、刑事地名、幸福愛国など、江戸時代以前の和人の入植による地名、などが多いかと思います。北海道のアイヌ語地名だと、山田秀蔵が有名だけど、彼の著作を現代のネット社会で見直すのも面白いと思った。例えば、彼の著作で〇〇に滝があれば、アイヌ語地名としても合うという感じの表現がよくあるけど、現代はネット社会で、日本の隅々の地形の細かいとこまでブログなどで紹介している人がいるから、彼が現地調査で見落としただろう大きな滝などがいとも簡単に画像付きで確認できる。実際山田氏の歩いたとこと、現場を確認しながら追体験するのも面白い。大阪の谷町、東京の谷中など大規模な寺町に谷をつけるのは寺を山と考えることから？東京の谷中は知らないけど、大阪の谷町は上町台地から下がったところにあるので地形由来ではないでしょうか。大阪の谷町って、上町台地の高台側と思ってたわ。東平とか上潮とか、谷町筋のすぐ西側の中寺町が文字通り谷でしょう。なるほど、大阪の地理に詳しくないので勉強になりました。砂鉄、製鉄に絡む、車、栗山、倉間、久留米、群馬、古代は群馬で車、水銀探査、金銀などと同等以上の高価なもの、交渉に絡む丹に、丹入、丹波、丹下、丹沢、丹野、丹田、谷田、萩谷、庭だ。三島、二、語源は何なんだろう。日本は日の元イコール丹の元と考えるとわかりやすい。丹並びにのつく地名、神社は丹種に関わるかと。そういえば、神社の鳥居は二の字をかたどっている気がす。鳥居説はともかく、丹という言葉はいろいろ興味深い言葉なんですよ。例えば荷物の荷は本来丹のことなんじゃないか？という推測もできます。またなぜ数字に1、2、3とつけたのかという意味も実はわかりやすい。追分とか田町っていう地名は、日本中にどのくらいあるんだろうな？追分なら北海道だけでもまず2箇所思い出した。北斗市内の追分と、道央の追分。浜松市内にもあるだよ。浜名湖の新井の関所を迂回して北側に回る、通称姫街道のところ。まさに追分って感じで道路が交差してる。追分も落合も街道分岐合流点なんだろうけど、落合は川沿いの街道のイメージ。神戸市須磨区の落合は山の中だけどな。昭和の宅地開発で住宅街になっている。浜松市内は姫街道と金指街道の分岐点と鹿谷の交差点の2箇所に追分がある。おう？鹿谷の交差点は知らなかったんで、見に行っちゃったよ。ありがとう。新宿の追分は？甲州街道と青梅街道？浜松市内にある、小豆餅と銭取りの地名、家康の故事にちなんでってことが地元では言われてるけど、いつ頃から使われてる地名なんだろうな。小豆餅、
ジェニトリは一般に家康ゆかりと言われていますが、遠州地方の伝説集の解説では否定的な意見、当時は原野で餅や謎あるわけない意見もありますね。また小豆餅には江戸時代の高階春久伝説もあります。小豆餅町は古くは浜名郡菊間村一本杉、その後葵町と萩町の一部をもって昭和51年に現町名になっています。地名としては東東美の国不時伝、菊間市流域で小豆餅を見た記憶があるので、江戸時代からあったと思います。おう、詳しい説明感謝。30歩くらい歩くと、小豆餅に入るエリアに住んでるもので、いつもいつも不思議だなぁと思ってた次第、家康と結びつけるのは、無茶だべさと常々思ってました。前世紀に NHK が放送していた歴史発見って番組で、家康に小豆餅を振る舞った家の子孫と称する老婆が紹介されていたような。かくまった家が名字を賜ったとして、現在もご子孫がいらっしゃるのは知ってますが、餅屋のご子孫がいらっしゃるとは、地元伝説集、町名の由来などでは否定的で、伝説だから詮索しないようにとまで書かれているのに。難読地名って、どうやって生まれたんだろうな。乳母貝、栃木南東部の地名なんだが、こういうの。東日本大震災の大津波で壊滅的な打撃を受けた宮城県の閖上、という地名の百合という文字のようにその地名を表すためにしか存在していない漢字もある。そういう漢字を生成した意味もあるんだろうしな。東北北部から北海道なら、まずアイヌ語地名説を疑うけどな。関東だもん栃木は、かろうじて関東だもん。まあ、南東北だけどさ。なるほど、蝦夷っちゅうか、東北文化圏の言葉の影響かアホだから考えもしなかった。地図、地名などを研究する今尾圭介氏の著作に地名関連の話がよく載ってあるから、動詞の本を読まれることをお勧めします。また、近代思想史が専門ながら鉄道文化に詳しい原武氏の本もいいですよ。神戸に水飲みって地名あるけど、峠だから水でも飲んで休憩した場所なんだろうな。神戸市灘区の六甲ケーブル下あたりの地名が神戸市灘区水車神殿。昔はこのあたりに水車が並んでいたと言います。岩手県に薩体と秋田県比内は、アイヌ語源、それから青森県の下風呂もアイヌ語源。昔北海道在住時にアイヌ語地名の分布の本を読んだけども南限は東北よりも南の新潟や関東地方にもあるという。しかし、古代の本州の言語の残存の可能性もあるからはっきりしない。また、島根県には十六島と書いてうっぷるいと読む地名がある。語源の説も様々でアイヌ語説、朝鮮語説、何かがなまった言葉説といろいろあるようです。東北北部なら、アイヌ語地名は無茶あるぞ。ただ、アイヌ語地名は明治初期に当時の研究者のジョン・バチュラーが研究不足の資料から、富士山もアイヌ語地名みたいなことやっちゃったもんだから、やや白眼視される傾向があった。その後の、山田氏の研究で持ち直しているんだけどね。島根あたりだと、鉄橋で有名なアマルベもアイヌ語地名だと思う。アマルベの近くにさらにアイヌ語と見られる地名があるからね、多分集団移住したのだろう。アイヌ語で崖っぷちとか急勾配の地形をピラっていうらしい。で、起伏が激しい地形なのにピラ系の地名はアイヌ語由来とか聞いた。なぜアイヌばっかり。まあ、難読地名、語源不明の地名の元になっていることが多いからな、アイヌ語地名。ただ、確かにそうだってのは、東北地方中部からだろう。俺の町も語源が不明で、取ってつけたような伝説が残されているのだが、アイヌ語地名で解釈すると地形とぴったり合うんだよな。上にも書いたのですが、島根のうっぷるいってどういう由来なんでしょうね。昔から気になっています。空気を読まずに、ハングルでもピラは崖だぞといえば、ネトウヨに睨まれるか。今見たら、こんなんあったわ、長田説というらしい。読み平日本語地名平。関連アイヌ語、タピラ、アイヌ語の意味、切り立った崖。地名関連、市、あざ、場所、沖縄県平良市、読み平、日本語地名平、関連アイヌ語、タピラ、アイヌ語の意味、切り立った崖、地名関連、あざ町、港、場所、長崎県南高木郡国見町平、平の平はピラそのもの、平と読む場合はタピラ切り立った崖である。要するに、平や平はアイヌ語のピラに由来する地名であると、述べています。言うても縄文人の人骨、アメリカ大陸でも見つかってるらしいし列島内なんかちょろかったんかも。京都市伏見の地名はすごいよな、伝統であり時代錯誤である。京都市内で好きな地名、天使突き抜け、ポント町、カラスマ丸田町。芋洗いも面白い地名だね。天使突き抜け初めて見た時は、ラノベか何かと本気で思った。京都市伏見の地名の何がすごいの？名古屋市中区にも伏見という地下鉄駅があるんだが、
伏見って文字列じゃなくてその下の区分のこと。伏見区にはたくさんの町名があるのが、すごいということなの？広大な区なら、すごくもなく普通じゃないの？京都市伏見の語源は、伏流水が豊かで伏見で良いのかな？伏見桃山城周辺の地名なんじゃないかな。日暮里とかインド由来と聞くそういうの他にもあるのか？京都市内の天使突き抜けとか？埼玉県にはオッペ川っていう川があるぞ。アイヌ語解釈だと、オッペで川尻だな。アイヌ以外の言語系統の単語は全く分かっていないんだっけ？蝦夷はアイヌとは違うんでしょ。9から10世紀くらいまでは生き残っていただろうから、ゴイ川語に入り込んでいても良さそうだけどな。蝦夷の一部にアイヌはいただろうけどね。ラッコとかアイヌ語が日本語に入り込んでいたよ。ちなみに、現在の主流はアイヌ文化の成立は蝦夷人のずっと後だから、関係ないということみたい。アイヌ文化の成立は10世紀か？正確にはアイヌの先祖は蝦夷の同族だっただろうかな。本州の蝦夷自体は日本人に同化したろうから。まあ、江戸時代中期にも、津軽半島、夏泊半島、下北半島にアイヌ人がいたけどな。江戸時代後期には同化して影も形もなくなるけど。秋田市とか安藤市とかアイヌの末裔を自認している。まあ、一応分けて考えるべきだな。群馬県吾妻郡妻恋村、鬼押し出しの周囲に広がる別荘地の一角に神原大返し湖という地区がある。妻恋村には他にも不思議な地名あり、アイヌ語に由来しているとの説もあるが。鎌原大返し湖と読むのですか？返し湖ねえ何なのだろ？他にも当てろ、もろし湖、ロンノトヤトウ。一体にアイヌ人が住んでいた歴史があるのかしらん。読みは神原大返し湖です。神原も当て字っぽいですね。すごい。自分も調べてみましたが、大返し湖は獲物を担いで運ぶところという意味になるようです。熊の肉、するところ、背負う、大きな谷。熊の肉を背負って運ぶ大きな谷ってなとこか？当てろは、川向かいの地かな？もろし湖、小さな群立するかな？アイヌ人は基本は川を主要な生活の場として考えていた。藻は主流の川以外の小さな川を指す場合が多い。その小さな川がたくさんあるところなんじゃないの？現場見ないとなんとも言えない。ロンノトヤ。わからない。当てろって、大昔大和朝廷に抵抗した岩手の恵比市のドンの名前が当てる。だが同系統を感じさせるな。これは自分の勝手な類推だが、鹿児島にケブインと怪獣院という地名がある。もしこれが、仏教由来の地名でなく、かつ昔から存在する地名なら、それはアイヌ語だと思う。アイヌの宗教の名前には、シャクシャインとカコシャマインみたいに、最後にインがつくケースが多い。これらの宗教の名前も、地名から取ったのかも。祁答院、移住院も、アイヌ語地名が先にあり、後世それに漢字を当てたのかもしれない。ちなみに当てる院っていうのも、本来は当てる院だったのかもしれない。で、この当てる院と同系統を感じさせるのが、神話で大和尊命が今の千葉県木更津あたりの抵抗勢力を攻めた時の、その宗教の名前が悪老、あから始まって羅行がある、和人の話す日本語とは系統が明らかに異なる、アテルイと同系統の種族だったのかもしれない。そしておそらく実際は悪老院とかそんな名前だったのかもね。沖縄県の与那国島のピナイですが、なんと川をないと呼んでいます。ないはアイヌ語では川を意味しますが、ないは確かアイヌ語では川の支流のことで、北海道東北地方には多く残っている。アスカと捕まった青森下北出身の女の名前も土地内多分地名から取った名字。アスカと逮捕された女の土地内の土地は、何か見たことのない変な字だったですよね。あれは土地の字と同じなのかな？沖縄人とアイヌ人、同音同義語があっても不思議ではないと考える。沖縄人アイヌ人とも色黒、彫りが深く、毛むくじゃら。日本人にもこの体質の人は非常に多いが、先祖にアイヌの血が入ってるんだろう。日本語で、奈良ってどうやって説明してんの？土地を鳴らして平らにした場所。それ日本書紀の奈良山のとこでしょ。古代の本によく出てくる語源単で、今じゃ語源俗解扱いされることが多いんでない。今一番有力視されてるのは、柳田国男とかが言ってる説。平らな土地には奈良、奈良、奈良って名前がついてて、しかも漢字も平系の文字が当てられることに注目して唱えた。奈良も奈良って当てられることもあったし、まあ、鳴らすとは多分同じ語源だろうけど。まあ、古代の現在の故障でいうところの朝鮮半島の国とは大和政権の人々は、意思疎通できていたわけだから、古代の語彙が似通うのも当たり前だろうて。晩秋の行くのは吉備との国境にありいざこざが絶えず犠牲者が続出したために、その地を死のと名付けられていたらしい。怖っ。
その後、縁起が悪いからと行くのに解消して現在に至るとか、悪いにも程があるやろ。大阪の行くのとの関連性は知らんけど、こっちは今でも怖いぜ。天皇の命令で不吉な名前禁止が出た。カラスノは多分、競争してたとこだよな。そこまでは知らない。キビはキビの国なの？違う、植物のキビは古くは、キミと発音していたことがわかっている。従って、キビがキビの由来とはなり得ない。ほう、では本当のところはどうなんですかね。アイヌ語と縄文日本語と現代日本語に関連性はあるのか？縄文人が日本列島に到着したのは1万年以上前。縄文時代の間に強力な勢力が生まれなかった以上、ネイティブアメリカンのように地域ごとに激しく分化したと思われる。もし、現代日本語の元となる言語が縄文時代に日本列島で話されていたとすると、その言語を話していた勢力は北部九州、または南部九州、または近畿の縄文人だろう。これらの勢力は西日本に限られていて縄文土器の趣味が明らかに東北、北海道と異なっている。したがって、縄文時代の日本語の祖先とアイヌ語の祖先は、比較言語学でどうにもならないぐらい古い時代に分岐してる可能性が高い。何が言いたいのかというと、1、縄文時代に縄文日本語なんてなく、同型の証明も難しい縄文日本書語があっただろう。2、日本語が縄文時代から日本列島で連続性があったとしても、アイヌ語と同型であること。これらを比較言語学で示せないだろう。ここで言う比較言語学っていうのは、単語の語形や意味の比較で、6000年ぐらい経つとこれらの特徴は同源であっても見分けられなくなる。だから、それに頼らずに古い時代のつながりを見出そうとする方法として、言語類型一理論というものが考えられてる。これによると日本語とアイヌ語は関連性があることになってる。アイヌ語自体、日本語からの借用が多い上に孤立した言語だから、どっちが元ネタかってわかりにくいんだよな。日本語なんて昔からほとんど変わっていない。万葉集の日本語なんてちょっと勉強すれば高校生でも読める。現代イギリス人が1000年前の英語を読もうとするとほとんど不可能なのと対照的だ。古地図を見ていると神殿開発が盛んだったらしく、神殿という土地があります。その中に伊五右衛門菱という地名があります。菱とは何を意味しているのか教えてください。鹿児島のものだね。屋号が菱肉だから菱なのか。鹿児島の例と同じ、屋号なんじゃないの？日本語やその地名を研究するには、少なくともアイヌ語と古代朝鮮語を研究する必要があるね。実際、自分が思うに、日本の地名で、由来のはっきりしない、説明のつかないものは、アイヌ語と古代朝鮮語から発祥してるケースがほとんどだと思う。で、由来のはっきりしてるケースは、考察する必要はない。はっきりしてるんだから。ただそんなこともあったんだって思うだけだろ。なんというか、それこそ、ロマンがない。アメリカでさえ先住民の地名多いな。レベルが低いというかとんでも。確かにとんでもになるけど、楽しさ優先ということで。九州北部ではハラオバルと呼びます。なぜでしょうか？ハラオバルと呼ぶ地域には偏りがあって、福岡、大分、宮崎、熊本北部に多く、佐賀、長崎、熊本南部、薩摩に少ない。福岡では福岡地方に特に多い。いろいろ想像されているが、根拠になりそうな手がかりを探しながらの想像の域ですな。ほどがやって、女性性器に似た地形だからってさ。面白いね。地元教育委員会は正しい歴史を子供に教えてるのかね。ほどがやって、ほどがやでなくほどがやじゃないのか。そうだよ。じゃ、なんでほどがやになったのかって議論。濁音化することはよくあること。ほどにほどって漢字を当てた後との音読みがどが一般的になって、ほどがやと読まれるようになったのでは？土佐は土佐だもんね。ほどなら、列島各地にあるぞ。小野が住処の地形から角文字音を連想しておったのかね。弾痕よりは、連想しやすいのか？青森県ほど沢、岩手県ほど沢、静岡県ほど沢、秋田県ほどの、岐阜県ほど島、大分県ほど島、栃木県ほど島、新潟県ほど島、宮城県ほど塚、福島県ほど原、島根県ほど原、山口県ほど原、青森県ほど森、福島県ほど田。なるほど、愛知、いじめられるから。地名ドブの読み方変更を議決、ドブから、土部。マジかよ。いかがでしたでしょうか？ご近所の地名は出てきましたか？難しくて頭が痛くなるようなスレも数多くありましたね。これが正解というものがなかなか出にくい話だとは思うのですが、自分にゆかりのある地名はどうしてその名前なのか考えてみるのも面白いかもしれません。もしあなたが何かご存知でしたらコメントでぜひ教えてくださいね。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。
励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。